えー、1930年のロサンゼルス港に入港してきているっていう状況の東海丸で東海丸は1930年の1月14日に竣工してますんで1回目2回目の航海じゃないかと思う状況なんですけども。 ちゃんと選手に東海丸っていうのもはっきり見えてますし乗ってる乗組員の姿なんかもちざほら見えて貴重な写真だと思うんですけども1930年7月14日に就航した時にニューヨーク航路に早速配置されるんですね東海丸がニューヨーク航路っていうのが実は他の例えば横浜に浮いてる氷川丸はシアトル航路っていうところに就航してたんですけど西海岸ですねニューヨーク東海岸なんですけども ただのニューヨーク航路という呼び方ではなくて、ニューヨーク急行線と呼ばれたんですね。というのは、それまで横浜からニューヨークというのは、当然、パナマ運河を通るんですけども、西海岸のシアトルとか、映ってるロサンゼルスに荷物をあげる場合、タイル横断鉄道を使わなきゃいけないんですけども、東海岸の方まで一気に船で行ってもらえると、だいぶ荷物の輸送というか、積み替えが助かるわけですよね。だから スピードさえ得られてれば西海岸ではなくもともと東海岸に持ってきたくてでその後、シカゴかに行ってこうアメリカ中に品物が行き渡っていくっていう流れなのでまさにニューヨークに行くっていうのは良かったんですけどもその当時の欧米の船でも35日ぐらいかかってたどり着いてたんですよ。1番船に紀内丸っていうのがあって、まあ、一般的には紀内丸型と呼ばれるんですけど。 これが横浜ニューヨーヨク間を25でで走り切って見せたわけですよね。そうすると三座荷物を日本の商船会社が欧米の会社に取られてたものをこで一気にニューヨーク急行線に関しては大阪商船という会社だったんですけど大阪商船が一気に引き受けられることができるということになりまして実は機内丸型ですね、これ全部で8席整うんですよ。しかも、 1930年の7月に東海丸でこれ2番線なんですけど6席がその1930年中に整いますそれからあと3年ぐらい時間がずれるんですけどあと2席、純国産三菱ディーゼルエンジンを積んだ南海丸型っていうのが加わってこれで全部で8席になるわけですねこれが関西丸です,関西丸です、ねで。これが姉妹線になるわけですけども実は 大阪商船もそんだけのこう高速船を作り出すために、まあ、一気にこう6隻作るための、まあ、資金が足りないわけですよね。それで実は4隻目まで大阪商船オリジナルというか独自なんですけど5番目6番目その関西丸ともう一つ関東丸っていう2隻については岸本汽船っていうところに作らせるんです。 でその代わりに作ってくれたら大阪商船が長期のチャーターしますよっていう契約なので岸本汽船もまあ、安心して作ることができるんですけどいずれ大阪商船がその契約を受ければこのふに遊んでしまうので岸本汽船もそうなった時のことを考えて東海丸とは若干違う装備を例えばエンジンが違いますねあのメーカーが違うんですけどもそういうふうに若干違うんですけどもほぼ同じ形なので。 この角度で東海丸が見えるっていうのはまずないので例えばさっきのロサンゼルス港の写真を見てもデッキの部分は見えてないんですよね。だからこういう角度で一応こう見といていただくと潜った時の参考になりますのでぜひこんな形だってことは覚えておいてください。えー、これがですね現在の東海丸です。東海丸の前後が倉庫だったのでここが真ん中の線橋部分ですね。 階ここですここにこうタラップをカパッとはまってましてこれガラ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 って岸壁に下ろすとここから乗船してきてここから入るわけですけどもこれ1階でここ2階ですねでこれ3階なんですよで3階はこう後ろの方のデッキ何もないんですが、まあ、ここ実は本当言うとボートデッキと呼ばれてまして、まあ、救命ボートがこの辺に吊るされたりしてたわけですねっていう今んところ3階建てになってます これが今の場所を図面で示してあるところなんですけども、1階、タラップが折れてて、ここから上がってきて、ここから乗りますよと。で、2階、3階、4階なんですけども、4階があるんですよ、本当は。これちょっと5階もあるんですね。まあ、屋根はなくて屋上になるんですけども。で、この4階部分が操舵室なんですね。で、3階は、まあ、こっち、ここら辺は棒とかって建物ないんですけど、3階が船長とか、 航海士たちのベースですねで。2階が乗客なんですよ。2階の乗客のところには、実はこの外廊下に扉はないわけですね。内廊下に扉が面してるんで、外廊下は窓しかないです。で、1階は乗船して,て乗り込むところがあるので、この辺に中に入る扉があるんですけども、ここは主に 東海,丸の上院航海に関わらないここにか3階に関わらない人たちは全てここに居住してたと思っております。で煙突があってここに大阪商船の台の字がこうファンネルマーク煙突マークでどこの商船会社の船ですよってことがわかるマークがず全ての商船には煙突にマークが入ってるんですけど台の字は大阪商船っていうこと。